キーパー好みルナ、3番ディフェンダー林かなえ、16番ディフェンダー藤代真帆、7番フォワード鳴宮結衣、監督藤井奈々。以上がビジターシェフ市原千葉レディースのスタッティングラインナップです。今年は4年に1回のサッカーの祭典ワールドカップイヤーです。いよいよ来月開幕のフランス女子ワールドカップまで1ヶ月を切りました。昨日我らが日本代表なでしこジャパンメンバー23人が発表され、なでしこリーグ所属選手が21人入りました。まさに日本女子サッカーを引っ張る国内最高峰のなでしこリーグ、その熱戦をお伝えします。2019プレナスなでしこリーグ1部、今シーズンは各節2試合をなでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継でお送りします。この時間は第8節浦和レッドダイヤモンズレディース対ジェフユナイテッド市原千葉レディースの一戦を埼玉県埼玉市レッツのホーム浦和駒場スタジアムからお届けします。実況担当は滝沢雄一です。今日のさいたま市の天候は晴れ時々曇り、午後の降水確率は 30%、 日中の予想最高気温は28度です。気温は高いですがカラッとしていて心地いい風が吹いています。
浦和駒場スタジアムです。改めて昨日フランス女子ワールドカップメンバー23人が発表され、なでしこリーガーが21人選ばれています。所属の最多は日テレベレーザの10人、次にアイナック神戸の5人、浦和レッズレディースの3人、仙台、新潟、長野からも1名ずつ入りました。レッズレディースから選出されたのはゴールキーパーの池田咲子、ディフェンダーの南萌香、フォワードの菅沢優衣香の3名。池田と南は初めてのワールドカップ本大会メンバー、菅沢は前回のカナダ大会に続いて2度目の選出となりました。今日のホームゲームでは試合終了後、ワールドカップへの走行セレモニーが予定されています。また場内では出場する3名に対する応援メッセージを記載するフラッグがこの会場内で回されていまして、それを試合終了後のセレモニーで渡すといった、そんな演出もあります。なでしこリーグファン、そしてなでしこジャパンを応援する多くのファンの方々が、この試合で浦和レッズレディースから選ばれた3名に熱い声援を届けることになります。さて、なでしこリーグは来週の折り返しの第9節を終えると中断期間に入り、代表は国内合宿を経ていよいよフランスへ出発します。そんな女子サッカーの祭典が迫る中で期待される2019プレナスなでしこリーグ1部は全18節中第7節まで終わりました。浦和レッズレディースは前節の野島ステラ神奈川相模原戦で菅沢のハットトリックなどで4対1で勝利を収め、5勝2敗の勝ち点15です。首位だったベレーザがアイナック神戸と引き分けたため、レッズが首位に返り咲いています。一方、ジェフユナイテッド市原千葉レディースもリーグ戦最近4試合負けなしと好調の兆し、3勝2分け2敗の勝ち点11です。首位浦和から6位ジェフまで勝ち点4ポイント差に6チームがひしめく混戦模様の今年のなでしこリーグ1部です。この試合は首位を奪い返した浦和レッズがホーム浦和の聖地駒場スタジアムでさらに勢いを増すのか、それともジェフユナイテッド市原千葉レディースが混戦に拍車をかけるのか注目されます。浦和レッズレディースから今日のスターティングメンバーをご紹介します。浦和は4-2-3-1のフォーメーション予想です。ゴールキーパーがフランスワールドカップメンバー池田咲子、ディフェンス4バックは右から清家紀子、長船かな、フランスワールドカップメンバー南萌香、左サイドバックに佐々木真由、ボランチは栗島あかりとキャプテンの柴田花江、2列目右のサイドに安藤梢、そして真ん中に水谷優輝、左のサイドに吉良千夏、そして最前線に背番号9は2大会連続のワールドカップ選出となりました菅沢優衣香です。浦和レッドダイヤモンドレディースです。前節から南萌香が戻ってきました。それ以外は不動のメンバーです。森英二監督が率います浦和レッズレディースです。対して今日はアウェーゲームとなりますジェフユナイテッド市原千葉レディースです。こちらも4バック予想、4-4-2の予想です。ゴールキーパーが船田真由、ディフェンス4バック右から若林みのり、センターバック千野翔子と一ノ瀬千里、左サイドバックにキャプテンの上野咲、ボランチは瀬戸口梢と、今日は曽根七海がリーグ戦初先発となりました背番号14、右のサイドに鴨川美穂、左に山崎丸美、前線2トップは11番の小沢博人、背番号22、フルス対戦となります大滝亜美です。
今日は背番号6の西川彩香、全試合先発出場のボランチの選手なんですが、軸となる選手なんですが、ジェフユナイテッド市原千葉レディス、今日西川はベンチにも入っていません。その代わり若き19歳のボランチ曽根七海がリーグ戦初先発となっています。またセンターバックにも一ノ瀬千里が入っているという、そんな藤井奈々監督が率いますジェフレディースです。前半は左にホーム浦和、右にアウェージェフレディースです。試合が始まりました。2019プレナスなでしこリーグ一部第8節です。浦和レッズレディース対ジェフユナイテッド市原千葉レディースです。左エンドにおなじみ赤と白のユニフォーム浦和レッズレディース、そして右エンドに全身黄色のジェフレディースです。ジェフ早くも敵陣からボールを追うが、ここは浦和レッズ剥がして、右サイドバックの清家紀子、そして1回当てて前線、ゴールキックに変わりました。浦和駒場スタジアム、上空の風はセンターポール見てみますと、バックスタンド側からメインスタンド側に緩やかに吹いています。この両チームのサイドにおいて風上風下はないようです。前線、ここは菅沢優衣か、右のサイドから一応ボールをキープして安藤に預けようとしますが、ジェフの選手に当たりました。浦和レッズのスローインです。背番号9が菅沢優衣香です。ここまで7得点、前節はハットトリックでした菅沢優衣香。立ち上がりです。安藤梢、清家紀子、ここで柴田、左足でクロスを入れるジェフのディフェンスです。一旦下げます。3番が南萌香、安藤はここはジェフ一度ボールを奪い返しました。さてここからのつなぎです。ジェフレディース小沢博、再びボールを受けようとしましたが、ここは追いかけていきます。キーパー池田咲子、フランスワールドカップなでしこメンバー入りました。おさふねから左は佐々木真由です。浦和レッズレディースセンターバックおさふねと、そして今ボールを受けるのが3番の南萌香、20歳の初めてのワールドカップに挑むことになります南萌香です。ポーンと当てて菅沢に渡すが、菅沢ワンタッチで、これが柴田が受ければボックス内チャンスでしたが、戻りましたジェフレディース。安藤、柴田、後ろからキラ、栗島です。立ち上がり浦和レッズレディースがジェフ陣内に攻め込んでいます。栗島ワンタッチでボールをつなげていきます。浦和レッズの森監督がベンチからテクニカルエリアに出てきました。浦和を今シーズンから指揮取ります森英二監督は59歳、なでしこファンならご存知、一昨年まで日テレベレーザをリーグ3連覇に導いた名将です。ここもタッチを割ります。ジェフ陣内で立ち上がりゲームが進んでいきます。ただ浦和もまだシュートシーンまでには行っていませんが、清家がここでクロスを入れる、低いボール安藤に収まった、ボックス内、後ろから
クロスを送って、このボールはジェフ、ただ浦和がすぐプレスをかけて奪い返します。サイドバックの清家紀子が高い位置でボールを奪って、センターバックの南がここからつけていく。栗島が1打下げて長船、左に佐々木真由、キラ千夏が1回絡みますが、ジェフここで 4-4-2 のフォーメーション取り直しました。組み立て直しますのは浦和レッズ、右サイドから清家紀子、今シーズンフォワードにコンバート、その結果菅沢にとってシュートに行く、サイドネット、最初のシュートはやはりこの人、浦和レッズ背番号9、菅沢唯花です。前節のハットトリックを含めて今シーズン7戦で7得点、すでに昨シーズンに並んでいます菅沢唯花、2大会連続のワールドカップにも選ばれました。本人はほっとしている、やっとスタートラインに立てたと思う、怪我をせずコンディションを上げていいパフォーマンスを出せるように準備したいと昨日の記者会見で話しています。菅沢唯花、一方のジェフ、ここは大滝が低いボールでクロスを入れるがオフサイドになりました。このゲーム主審は藤田美智子さん、副審は松橋香菜さんと柏木亮太さん、第4の審判に小山志保さんです。なでしこリーグの一部第8節です。来週の第9節を終えるとフランスワールドカップのためになでしこリーグ一部は中断期間に入ります。まあ、その中断期間首位で折り返したい浦和レッズレディースと、まあ、混戦に拍車をかけ上位を狙いたいジェフユナイテッド市原千葉レディースの一戦です。ジェフ11番の小澤博、スピードのある若い選手がボールを受けます。ジェフボールです。20歳の小澤博、前線には大滝亜美、その大滝が受けて小澤博、右に振って鴨川、鴨川が今シーズンここまで3得点を挙げている、攻撃の核になっている選手がジェフレディース、右サイドの背番号10です。浦和ボールに変わります。南萌香が持ち運んでいきます。安藤が低い位置を受けてもう一度南ビルドアップ始めます。ただジェフもしっかりとこの 4-4-2 を作り直しまして構えています。大きな展開、右サイド清家紀子へというところですが、浦和水谷から栗島、ワンタッチでつないでいく、左サイド佐々木も上がってきたが、柴田が選択するのは右から安藤に渡ればチャンスだがボックス内、ここはいいディフェンスをしました。曽根です。ジェフレディース、ジェフレディースの藤井奈々監督もテクニカルエリアに出てきました。安藤ワンタッチで左に振ろうとしますが、ここで鴨川、ジェフ大滝が追いかけていく、ここはキーパーの池田が取ります。現在浦和駒場スタジアム、風は右から左に流れています。ジェフサイドから浦和サイドに緩やかに風が吹いています。気温は高めです。今日は28度の最高気温の予報です。ただ湿度があまり高くありませんので、まあ、風が吹くと心地のいい状況ではあります。
左から行く浦和、前菅沢ワンタッチ、ここはうまく回り込んできました。ボランチの栗島、菅沢が圧力をかける、栗島が奪おうかというところでしたが、ジェフ取り返しました。若林みどり、浦和すぐ回収します。キャプテンの柴田花江、一気に前線へ、オフサイドはありません。浦和ボール、そしてスーッと上がっていく水谷、一方のジェフもすかさずスピードのある11番の小澤博を使います。 50m6 秒フラットの小澤博が最前線にはいます。そしてポストプレーも期待できる173センチの大滝亜美、ジェフレディースの背番号22、大滝亜美は浦和レッズレディースに13年14年と2シーズン在籍していました。14年のリーグ優勝に貢献した選手です。今日は古巣との一戦です。ジェフ、左から山崎丸美、左サイドバックのキャプテンの上野咲がスローイン入れました。このボールは大竹はオフサイドとなりました。ゲームが始まって11分が経過しました。浦和レッズレディース対ジェフユナイテッド市原千葉レディースです。0対0。ここは乱れて小沢が奪って、そのまま大滝がいますが、笛が鳴ってファウルを取りました。藤田主審です。ジェフレディースのフリーキックです。背番号8のプレスキッカー瀬戸口小杖がボールに行きます。そしてセンターバックの知野翔子も上がってきます。知野翔子、そして一瀬千里も上がってきました。ジェフ、瀬戸口のキックはふわっと柔らかいボール、いいボールだ。スクランブル状態、押し込む。ただキーパー池田取りました。最後は山崎のヘディングでしたが、池田が正面で抑えています。ジェフレディース、フリーキックから得点シーン、いいチャンスを作りました。一気に前線を送る菅沢優衣香が抜け出すが、キーパーの船田真由がさばきます。右サイドは安藤と清家、清家はフォワードからコンバートされた選手ですから、非常に攻撃力が高い選手が右サイドバックにいます。中盤から細かいパス回し、キラがシュートを打ってくる。左サイドの予想のキラ千夏が中央にも入ってきて、果敢なポジションチェンジでパス交換をしていきます。浦和レッズレディースです。森英二監督はテクニカルエリアで腕を組んで戦況を見つめています。右サイド、清家を走らせる。ただジェフのキャプテン上野咲、この選手はレッズレディースユース出身なんですが、この選手のカバーが入りました。ゴールキック、ジェフレディースとなっています。浦和レッズの森監督、一旦ベンチに戻ります。森監督になりまして、浦和レッズレディースは今シーズンボールポゼッション率を高めることをチームのテーマとしています。
まあ、そんな中でシーズン序盤を終えてここまで5勝2敗勝ち点15の現在首位、森監督は結果とともに内容に関してもボールポゼッションの、さあここは抜けてくる小澤ひろのチャンス、シュート決まった。ジェフレディース電光石火、隙をついて先制点を奪いました。手元の時計で前半15分、背番号11小澤ひろ、20歳のフォワード、今シーズン初ゴールを決めています。リスタートから早い攻撃でした。ジェフレディース、首位の浦和から先制点を挙げています。小澤ひろです。森監督が序盤を終えて伸びしろ十分と想定以上の手応えを感じている、まあ、そんなコメントを出していますが、浦和レッズレディース、この第8節ジェフとのホームゲーム先に点を取られました。ジェフユナイテッド市原千葉レディースは現在6位、3勝2分け2敗の勝ち点11、得点6、失点8です。今シーズンは、まあ、開幕戦日テレ、そして第3戦の伊賀フットボールクラブくのいちには敗れましたが、第4節からは負けがありません。4試合負けなしと少しずつ調子を上げてきています。まあ、ですので首位の浦和が勝ち点15ですから、まあ、まだこの両チームの間では4ポイント差、首位から6位までが4ポイントにいるという、そんな混戦模様のなでしこリーグ一部です。ジェフ、これから上位を伺っていくにあたり、まずこのアウェーの駒場スタジアムで先手を取っています。前半15分に小澤ひろの今シーズン初ゴール。今日はジェフレディース、まあ、画面右奥、このゴール裏の右左サイド、さあここは浦和、浦和レッズのコーナーキックになります。このちょうどこちら側のゴールの奥にあります、通称出島と呼ばれるアウェーサポーター専用のこの席の一角、こちらに今日はジェフレディースのサポーターが集まっています。浦和レッズレディース、今日最初のコーナーキックのチャンスです。キッカーは背番号10、キラ千夏が行きます。センターバックの南おさふねも入っています。先手を取られている浦和、ボールはヘディング、こぼれて、まだ浦和ボール、折り返す、シュートに行くがバーの上、枠を捉えられません。最後は背番号11、清家紀子がシュートに行きました。前半の15分にジェフユナイテッド市原千葉レディース、背番号11小澤ひろの今シーズン初ゴールでジェフレディースが先制しています。浦和対ジェフ、ジェフレディース率います藤井奈々監督、就任2年目、チームのコンセプトとして走る戦う粘り強くをテーマに今シーズン強豪に挑んでいきます。昨シーズンは6位でした。
5勝8分け5敗の勝率5割、得点19、失点19と、まさにリーグの中の半分の位置、真ん中の位置でした。まあ、そこから今シーズンはさらに上位に上がっていくための、そんな中で首位の浦和とアウェーゲームに臨む、そんなジェフユナイテッド市原千葉レディースです。南と小沢、スピードのある小沢に対して南の警戒です。右サイドバックは清家、まあ、この選手が高い位置を取りますので、浦和としては一つ右サイドからの攻撃というのはチームの大きなポイントです。そして前線にはポストプレーヤーの菅沢優香です。すぐに裏から水谷が狙っていこうというところでした。菅沢優香はフランス女子ワールドカップの選出メンバー、フォワード登録の中では唯一のポストプレーヤーになります。まあ、ですので期待される側面は非常に大きいはずです。前回のカナダワールドカップでは全試合出場した試合は全て途中から1ゴールを挙げました。ただ菅沢としてはあの時できなかったことをしっかりと積み上げてこの4年間来たと。おっと、これはミスが生じた。チャンスタッチ、決めた。浦和レッズレディース、南萌香に痛いミスがありました。決めたのは背番号9、山崎丸美、ジェフレディース。得点は22分、ジェフユナイテッド市原千葉レディース、9番山崎丸美。相手のミスを逃さず、まあ、そしてまた前線からの積極的なチェイスの姿勢が生きまして、今シーズン初ゴール。元日本代表の選手がフランスのワールドカップメンバーに選ばれた南萌香に蚊から、まあ、強烈な1点を奪いました。2対0とジェフレディースがしたところで、ここで今日は予想の最高気温が28度、まあ、非常に暑い中ですので今飲水タイムということになっています。前半のちょうど半分が終わったところです。まあ、飲水タイムの中、まあ、これは一つ両軍の監督も選手に指示を与えることができるチャンスでもありました。浦和としては森監督、2失点目を喫した直後ですから、ここは一つ引き締めたと思われます。2対0、ジェフユナイテッド市原千葉レディース、首位浦和に対して2点のリードを奪っています。前線菅沢が裏を狙うが、船田真由です。キーパーが収めています。ジェフレディース、藤井監督の走る、戦う、そして粘り強くという姿勢、まさにそれが生きた展開になっています。ボールポゼッションの裏に対して前線から積極的に走り、そして、まあ、相手の隙をつく、またミスを逃さない、そういった姿勢で小沢浩、そして山崎丸美の連続ゴール、2対0。
2点のリードを奪っています。浦和レッズレディース2点のビハインドゲームとなりました。森監督も元ポゼッションサッカーというのを一つ今シーズンテーマに挙げている中、ここは中央で柴田が受けて展開をしていく。菅沢が競っていきますが、ジェフもしっかりとカバーに入ります。センターバックは19歳の一ノ瀬千里とフルス対戦背番号4の千野翔子です。給水タイムを挟むそんな暑い中での試合となっています。なでしこリーグ一部第8節です。縦につけるいいパスが入りました。左サイド佐々木真由が上がってきて、中には3人入るが佐々木仕掛けてクロスを入れる。菅沢を越えていく。セカンドボールはここはプレッシャーをかけて浦和につながせません。ジェフレディースです。藤井監督がボールを左サイドバックの上野咲希に渡します。キャプテンです。この選手はレッズユース出身の選手です。レッズレディースユース出身です。立ち上がりから中盤そして前線と細かいボール回しでチャンスを伺おうという浦和レッズレディース。菅沢が高い位置で受けました。ただ後ろを向きます。そしてクロスを入れてボックス内で受けました。ここは水谷も行く、絡んでいくがジェフ中央は固めます。菅沢という168センチのポストプレーヤーがいる浦和レッズレディース。まあ、さらには水谷、木田、千夏とパス、ドリブルの生きる選手が前線に顔を出します。右サイドからは清家紀子、チャンスメイクといった点に関しては浦和レッズレディースが立ち上がりから何度かシーンを作っていました。しかしジェフはそれをこらえ、相手の隙またはミスをついて2ゴール奪っています。ジェフここは右サイドから上がってきたサイドバックの若林みのりですが、ここはキーパーの池田咲子です。キーパーの池田、ワールドカップに選ばれたことに関して、まあ、光栄だが選ばれたことが全てではない、チームに貢献することが大事、目標の優勝に貢献できるようにしたいと話しています。そして南萌香です。この南萌香、まあ、このワールドカップメンバーに選ばれた最中での今日のゲーム、痛いミス、最終ラインでのつなぎのミスがありました。相手に2点目を献上しています。ただ浦和ここからまたどう攻撃を作っていくか。まあ、ジェフはしっかりとこの中央を固めて浦和にシュートシーンを作らせていません。安藤、そして後ろから狙ってくる菅沢、ポストプレー下げて、うーん、キラは打てませんでした。また右に回す。今度は16番の水谷、切り返して左でクロスを入れる。これを弾くジェフ。浦和もすぐにボールを奪って攻撃に展開していく。
ジェフ、ここはあとジェフのオフサイドになりました。ウラーボールに変わります。もうハーフウェイラインギリギリのところでのオフサイドとなりました。非常に高いラインを設定している浦和レッズレディース。菅沢に渡るか。ここはキーパー船田が出てくる。船田真由、開幕戦のみ欠場しました。それ以外は出場しています。チームのビルドアップにも貢献していくキーパーです。ジェフユナイテッド市原千葉レディース。一方浦和レッズレディースは池田咲子です。そして南萌香です。南萌香、目標はキャプテンの熊谷咲希選手のような選手になること。なでしこジャパンの熊谷咲希が目標。20歳の選手ですが年齢は関係ないという、そんな気持ちでフランスの地に挑みます。今日はですのでフランス女子ワールドカップメンバーにとっては壮行試合、試合終了後には壮行セレモニーも予定されています。多くのファン、サポーターが見つめる中ですので、少しでもいいところ、弾みのあるプレーを見せたいところでありますが、南にとっては痛いシーンが前半出てしまいました。0-2、ジェフユナイテッド市原千葉レディースがリードして、前半も間もなく31分です。細かいパス回し、ジェフの裏をついてくる。左佐々木が上がっていますが、ここは変えます。また右からを使います。清家紀子です。そして清家と紀子の、清家と安藤のこの2人の関係性、栗島も絡んでクロスを入れますが、ここはキーパー船田です。清家、栗島、安藤、浦和レッズのこの右サイド、細かなポジションチェンジとパス回しでチャンスを作っていきます。ただなかなかジェフのディフェンスも硬い、粘り強さを持って中央を空けない、浦和に思ったようなシュートチャンスを与えていません。大滝、左サイドバック上野咲が大きく展開、右は若林みのりがふわっと上げてくる。大滝の高さを生かそうというところでありますが、ここはキーパーの池田です。浦和レッズに菅沢優衣香がいれば、ジェフには大滝亜美という173センチ、実績十分のこのポストプレーヤー、フォワードがいます。ここも右から、そして菅沢ですがオフサイドとなりました。チームとしての狙いははっきりしています。浦和レッズレディース、簡単に前線のフィード、中盤を飛ばすようなシーンはありません。サイド中央パス回しを持ってジェフディフェンスの網を縫っていこうという、ついていこうという浦和レッズレディース。今シーズンから指揮を執る森井監督のポゼッションサッカーです。確かな結果と、そして手応えがある中での第8節、2点ビハインドは今シーズン初めてです。浦和、菅沢にワンタッチでボールを入れてくるところですが、キーパーの船田です。柴田、キャプテンマーク、やはりこの狭いところといいますか、相手の選手が密集しているところにもボールを送ってくる浦和レッズレディース。
チームとしてしっかりとコンセプトを持って今シーズンリーグ優勝を狙います。女子サッカーの名将森監督が率いる1年目浦和レッズレディースです。コーナーキックを取りました。背番号10キラ千夏がボールのところ、そして浦和レッズは1人を残して全員ほぼ全員がボックス内に入ります。ジェフはフィールドプレイヤー全員戻ってますね。キラのキックが入りました。こぼれて笛が鳴ってジェフレディースボールです。前半の35分が過ぎています。浦和レッドダイヤモンズレディース対ジェフユナイテッド市原千葉レディース、埼玉県埼玉市浦和駒場スタジアムからお送りしています。2019プレナスなでしこリーグ1部第8節です。ジェフが小沢そして山崎の2ゴール、0対2、2点をリードしています。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継でお届けしています。現在上空の風は右から左、ジェフサイドから浦和サイド、ただあまりこの風上風下は関係のを感じさせない試合展開にはなっています。ジェフは、浦和のボール回しに対して粘り強い守備を見せ、相手の空いた隙、そしてこのバックパスのミスをつきまして2ゴールを奪っています。ジェフ縦に送るが、ここは小澤博、前線小澤博と大滝亜美です。一方こちら浦和清家紀子、右サイドバックが上がってきました。安藤梢が後ろですが、清家ボックス内に入る、ふわっと後ろから、ただ菅沢には覆いかぶさるように背番号15の19歳のセンターバック一ノ瀬千里です。菅沢に思ったようにシュートを打たせていません。ジェフレディースの一ノ瀬千里のセンターバック、さあここで菅沢に当たった菅沢のシュート、力強い、あわやゴールかというような、そんな菅沢ゆいかのシーンでした。ただジェフレディースのディフェンス、166センチの一ノ瀬、164センチの千野翔子、2人のセンターバックを中心に菅沢を抑えます。菅沢ゆいか、ここまで全試合この出場、全試合フルスタメン出場で7得点。前節の野島ステラ神奈川相模原戦ではハットトリックを達成しています。今度は左から浦和レッズ、菅沢が裏を狙おうとするが、左でボールを細かくつないでいきます。ボールは浦和ボール、
ゴールキックに変わりました。前半まもなく40分を迎えます。0対2ジェフレディースが小沢博、山崎丸美の2ゴールリードしています。最近リーグ戦は4試合負けなし、尻上がりに調子を上げてきているジェフレディース。ボールをつないでくる浦和に対してジェフのディフェンス、コンパクトな守備陣形を保って決定機は作らせていませんが、ここで仕掛ける浦和、クロスが入る。ただ千野のクリア。千野翔子はジュニア時代からそしてトップまで浦和レッズレディスユースでした。浦和レッズレディスでした。ただトップチームでは出番がなく、ジェフユナイテッド市原千葉レディースに2010年移籍してきています。ジェフのコンパクトな守備陣形に対して浦和どう崩していくか。森監督はテクニカルエリアで試合を見つめる時間が長くなっています。2点のビハインドを跳ね返していく浦和。ここで遠目からシュートを打ってくるが相手ディフェンスに当たりました。あっと、お腹を押さえているのは4番の千野翔子です。千野翔子立ち上がりました。全試合フル出場、ジェフレディースの守りを支えています。前半42分が過ぎています。この試合は給水タイム、飲水タイムを設けられている。最高気温が28度予報のゲームです。ただ救いとしては湿度が高くありません、風も吹いているので汗をだらだらかくというような選手は見受けられないんですが、ただ場内アナウンスでも水分補給、この観客の方にも呼びかけています。選手も飲水タイムでこの水分補給をしています。徐々に夏に向かう体力の消耗が激しくなる シーズンになってきました。なでしこリーグ一部第8節です。来週のゲームを終えたら折り返し第9節となって、そしてフランス女子ワールドカップのため中断期間に入ります。中断に入る前いい形で迎えたい。ホームの浦和は現在首位、日テレアイナックを抑えてここの現在首位という状況。ただ今日のゲームは6位のジェフレディースに対して2点のビハインドの状況です。首位の浦和から6位のジェフまでが勝ち点差4ポイント、4ポイントの中に6チームがいる状況ですので、1試合落としてしまうとすぐに順位が入れ替わってしまう、そんな混戦の序盤のなでしこリーグ一部となっています。浦和レッズレディースとしては一つ今シーズンの試金石となるゲームかもしれません。2点のビハインドは今シーズン初めてです。
前半の残り時間も少なくなってきました。柴田入ってきて安藤が低いクロスシュートに行く、キーパー、最後は背番号10のキラ千夏でしたが、ここは船田の正面でした。ただ浦和すぐにボールを取り返す、中にボックス内4人が入るが、ここで柴田の選択はどうする。切り返してキラワンタッチ、菅沢に通ればというところですが、船田が抑えます。ジェフレディースのディフェンス、このチームの特徴である粘り強さを発揮しています。まあ、それが後半に向けてこの体力の消耗が激しいゲームでどこまで発揮されるか。当然森監督率いる浦和レッズレディースのは後半さらに攻勢を強めてくるでしょう。前半の追加タイム、アディショナルタイムは2分と表示されました。15分に小澤宏の先制ゴール、そしてその後20分には山崎丸美が相手センターバックのパスミス、南萌香のパスミスをつきましてゴールを挙げています。0対2ジェフがリードしています。ジェフサイド、まあ、藤井監督サイドとしてすれば、まあ、上々、まあ、かなりこのいい出来で後半へ折り返すことになります。ただそのためにも前半は失点しないことが大事になりそうです。浦和これが前半3本目のコーナーキックになります。キッカーはキラ千夏、センターバックの長船みなみも入っています。そしてジェフは大滝も戻っています。ヘディングそれていきました。安藤のヘディングでした。安藤梢、ご存知の通り2011年のドイツワールドカップ優勝、そして前回のカナダワールドカップ準優勝メンバーです。まあ、このワールドカップへの思いというのを同じチームの菅沢、南萌香、池田咲子に託すということになります。ここで藤田主審の笛が鳴りました。前半が終わりました。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルでお届けしています2019プレナスなでしこリーグ一部第8節、浦和レッドダイヤモンドレディース対ジェフユナイテッド市原千葉レディースの一戦、前半を終えて0対2、ジェフレディースが小澤宏、山崎丸美ともに今シーズン初ゴールを決めまして、アウェーの地この駒場スタジアムで浦和相手に2点のリードを奪っています。それでは後半戦までしばらくお待ちください。
サポーターの皆さん、前半も熱い声援ありがとうございます。ここでハピネスプレゼント当選者の方を発表いたします。お手元のマッチインフォメーションご確認ください。221番、221番、287番、287番、365番、365番、481番、481番、905番、905番、以上の5名の方です。本日サインする選手は佐々木真由選手です。5名の方おめでとうございます。当選した方は4時20分に当選したマッチインフォメーションを持って1円の付近直接ブースまでお越しください。佐々木選手から直接サイン入りグッズをプレゼントします。なお引き換えは本日のみ有効となっておりますので、あらかじめご了承ください。続きましてレッズレディースからご案内です。2019レディースプレコン T シャツ、こちらは30番安藤選手番号なしがあります。お値段3780円です。続いてレッズレディースユニフォームチャーム、ファーストユニフォーム、セカンドユニフォームの2つのチャームが付いています。お値段648円です。プレナスナデスコリーゴシャルガイドブック2019はお値段1000円です。またファンショップでは東日本大震災等支援金募金を受け付けております。皆様のご協力をお願いいたします。続いてレディースミールのご案内です。レッズレディースの選手が普段トレーニングの後に食べている食事と同じメニューが浦和駒場スタジアムで食べられます。本日のメニューは池田選手おすすめのチキンライスのオムキーマカレー、お値段700円です。こちら数量限定となっております。ぜひご賞味ください。続きまして、試合終了後の走行セレモニーについてご案内いたします。 FIFA 女子ワールドカップフランス2019のメンバーに選出されました菅沢由香選手、池田選子選手、南萌香選手の走行セレモニーを試合後に行います。ぜひ皆さんで見送ってください。続いてホームゲームのカードのご案内です。オールビジョンをご覧ください。6月のカップ戦、そして8月のリーグ戦の日程です。こちらのマルリネを試合終了後30分間完売いたします。1ゲートと20ゲートの間、マルリネ販売特設ブース、自由席1番1000円、チケット回数券はお得な5枚付きで4000円となります。なおかつこちらの販売ではレッグスポイントの付与対象外となりますのでご了承ください。以上、レッズレディースからのご案内でした。Okay.
なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継でお送りしています。2019プレナスなでしこリーグ1部第8節です。浦和レッドダイヤモンズレディース対ジェフユナイテッド市原千葉レディースの一戦を埼玉県埼玉市浦和駒場スタジアムからお送りしています。前半が終わって0対2アウェーのジェフレディースが2点をリードしています。前半の15分に小澤宏、22分に山崎丸美、この両選手の今シーズン初ゴールで浦和レッズから2点をリードしています。後半は左エンドアウェーのジェフレディースです。一方右エンドが赤と白のおなじみのユニフォーム浦和レッドダイヤモンズレディースです。現在首位のチーム、その浦和レッズレディースが2点のビハインドで後半戦です。ジェフレディースが2点をリードして後半戦が始まりました。浦和駒場スタジアム上空の風、後半開始の時はバックスタンド側からメインスタンド側に緩やかに吹いています。あまりこの両チームのエンドで風上風下は感じません。今日は予想最高気温が28度、ただ湿度が高くありません。カラッとしていて強い風もありますので、心地いい部分もあるんですが、気温が高いですので場内では水分補給が呼びかけられています。そして前半にも飲水タイムがありました。2点を追いかける浦和、右サイド清家紀子上がってきました。そして柴田はワンタッチからここで送ってきて清家絡んできて安藤梢。浦和レッズレディース自慢のパスサッカー、今シーズン森新体制で目指しているポゼッションサッカーをこのジェフレディース戦でも発揮していく、そんな試合展開を目指しているんですが、現在得点状況としては0対2アウェーのジェフが前半の浦和の隙またはミスをついて2点を奪っている状況です。首位の浦和は5勝2敗の勝ち点15、得点16、失点9、得点16のうち7点が最前線背番号9、今ボールに触ろうとしましたが菅沢優衣香、フランス女子ワールドカップメンバー、大黒柱が最前線ワントップにいます。両チームとも前後半での選出交代はないようです。ホームの浦和レッズレディースはゴールキーパーが池田咲子、フランス女子ワールドカップメンバー、ディフェンス4バックは清家紀子、今ボールを触っているのはセンターバックの長船かな、そして左のセンターバックが南萌香、フランス女子ワールドカップメンバーです。池田、
まあ、ビルドアップが自分の持ち味という池田のキック、菅沢に当てて清家、右サイドが一つ浦和の大きなこの攻撃の特徴です。うまく菅沢に渡った、菅沢中を見てクロスを送ってチャンス、合わせていきました。最後は背番号4の佐々木真由でした。ダイレクトシュート、ただここはジェフレディスのディフェンダーに当たりました。さらに行く浦和ボックス内、うっとファールがありました。いい位置のフリーキックです。浦和レッズレディース背番号10のキラ・チナツがボールを託されました。ゴールまでは、まあ、20メートルあるかないかというそんなところからのフリーキック、キラ・チナツ壁は5枚入っていますが、キラ低いボールで狙ってくるがキーパー船田が抑えています。浦和レッズボランチは6番の栗島あかりと18番の柴田花江、ここは左サイドバックの佐々木真由、そして追い越していくのは安藤梢です。安藤が左に位置を取っています。安藤が仕掛けていく、絡んでいくのは水谷、佐々木がクロスを入れようというところですがコーナーキックを取りました。これが今日チーム4本目のコーナー、後半は最初のコーナーキックです。後半はレッズレディース、このコーナーキックのすぐ後ろメインスタンド側、大勢のサポーターが陣取っています。長船、南萌香といった170センチ以上のセンターバック2人も入りました。ボックス内、キラのキックは低いボール、いいボールが入った、ただバーの上、最後ヘッド南萌香でしたでしょうか。いやー、わずかにこのちょっと上に上がってしまったといったそんなシーンでありました。171センチ、フランス女子ワールドカップメンバーです。浦和レッズレディースからすれば来月開幕のフランス女子ワールドカップに3人のメンバーが選ばれています。キーパーの池田、センターバックの南萌香、そして最前線フォワードの菅沢、ジェフ大滝、今日の試合は終わってからフランスワールドカップへの走行セレモニーが予定されています。このワールドカップメンバーを気持ちよくこのホーム駒場から送り出したいという思い、浦和レッズレディース、まあ、そしてなんといっても来週でなでしこリーグは一時中断しますので首位で折り返しておきたい、そんな思い、2点のビハインドゲームです。対するジェフユナイテッド市原千葉レディース、最近4試合負けがなく、ここまで3勝2分け2敗の勝ち点11、得点は6、失点は8、昨シーズンも6位でしたので、まあ、上位を伺っていく今年のなでしこリーグ1部、まあ、来週で折り返しというところ、今日このアウェーで首位の浦和を叩ければ非常に大きな勝ち点3になります。まあ、なんといっても1位から6位までが勝ち点4ポイント差に6チーム入っていますので、
ジェフとしては上位に躍り出る絶好のチャンスを得たことになります。状況としては0対2、2点リード。藤井奈々監督の走る、戦う、粘る、そんな姿勢が生きています。さあここはライン間中間ポジションでボールを受けた菅沢が左中を見ましてクロスを入れる、大外がフリーだ、清家紀子シュートに行くが戻りました。フォワードからコンバートされた清家紀子がボックス内で待っていました。シュート力があります。コーナーキックを手にしました。浦和これが5本目、後半は2つ目。キラチナツ先ほどは南に合わせました。惜しいチャンスでした。低いボールできた。クリアします。ジェフ、ジェフレディスは非常にコンパクトな守備陣形です。浦和も、菅沢をはじめスピードのある水谷などがディフェンスラインの裏を狙おうとしますがオフサイドの網に引っかかってしまいます。ですのでボールキープ、ボールポジションは浦和が長いんですけれども、自陣の時間が多くなっています。さて安藤梢から佐々木真由、安藤とこのキラがポジションチェンジをしています。後半左サイドに安藤梢、右にキラチラスなってボックス内に入った。浦和ボールのスローインです。ゴール前には菅沢、さらには右サイドバックの清家紀子もセカンドボールを狙おうかというところ。ここで高いボールを水谷が上げてきますがセカンドボールはレッズです。レッズボールです。さあ早めのリスタート、佐々木がえぐってきてセカンドボール、柴田ボックス内、安藤も行く。最後は佐々木のシュートは枠を外れます。ただメインスタンドのサポーターからは積極的な姿勢に大きな拍手です。佐々木真由は前節なでしこリーグ100試合出場を達成しました。ジェフレディースの藤井監督、そして浦和レッズレディースの森監督ともにベンチを離れてテクニカルエリアに出ています。2点のリードがあるジェフレディース。さあここでトランジション、一気に大滝と小沢が走って大滝を狙う、通ればチャンス、オフサイドはありません。小沢に渡ってシュートは右、決定機でした。小沢浩右のサイドネット、今日は前半15分に先制ゴール、今シーズンリーグ戦初ゴールを奪っている小沢浩、スピードがあります。ですのでジェフとしては裏からボールを奪ってカウンターというのは大きな武器になります。最前線には173センチの大滝亜美とスピードのある小沢浩が構えています。少ないチャンスを確実に生かしていくジェフユナイテッド市原千葉レディースです。藤井監督2年目、今シーズンは深沢梨沙、
桜本直子、安西結衣香といった去年の主力選手が移籍しました。まあ、得点源の深沢、そして桜本がチームを離れるという状況、まあ、そんな中でベテランの実績のある大滝亜美ですとか、まあ、若いそして下部組織出身の大沢遥香、まあ、そういった選手が加わりながら藤井監督2年目、まあ、そういった戦う姿勢、粘る姿勢を押し出して、この強豪相手にこのなでしこリーグ1部上位を伺っています。浦和に思ったような攻撃をさせない、まあ、それが一つの今日のジェフのポイントになります。ここで浦和レッズレディースがまず動いてきました。浦和レッズレディース、最終盤安藤梢に代わりまして7番高橋花が入ります。浦和がサイドハーフ安藤梢に代わって背番号7の高橋花を投入しました。大滝、取り返しました。浦和、浦和レッズレディース、さて今ボールタッチしたのが変わっていた高橋です。そして清家が行く、クロスを上げります。高橋下げて中に送ってくるが再び組み立てます。すぐに回収、高橋が右サイドクロスを入れますがディフェンス入りました。前線へのフィードを最終ラインから放ってきます。蹴り込んできました浦和レッズレディース。浦和レッズレディース、背番号11の清家紀子が右サイドバックから最前線にポジションを移したと思われます。清家紀子がもうフォワードのポジションですね。菅沢とツートップを組んだんですが、そして清家が入ってきた。あ、ただ足を出しました。ジェフレディース、おっと浦和のサポーターからはただちょっと手に当たったんじゃないかというようなジェスチャーもありましたが、藤田主審はここは流します。浦和の森監督は並びを変えてきました。やはり高橋花は、おっとここは激しくいったところファールになりました。浦和いい位置でのフリーキック、2点を追いかける浦和レッズレディース。後半17分、まず反撃の1点となるでしょうか。ふわっと入れてきたヘディング、こぼれたボール、高橋が左サイドにずれていまして、ここでスローイン、ボックスには菅沢、そしてキラがこの位置で受け、失礼、清家がこの位置で受けますが、とここはゴールキックに変わります。浦和レッズレディース、
まあ、前線2トップが菅沢優衣香と清家貴子、まあ、そして左サイドに木谷千夏、右に水谷優輝、ボランチが柴田花恵と栗島あかり、右のサイドバックに高橋花、センターバックが長船と南、そして左に佐々木真由という 4-4-2 の並びに変わっています。栗島、そして水谷に通ればというところですが、とこぼれて、これは右にそれていきました。ただ浦和も前へ圧力を強めていきます。確実にゴールに迫る時間が増えています。得点チャンスが訪れている浦和レッドライオモンズレディース、0対2、2点のビハインド。一方のジェフレディース、藤井監督はまだ動く気配はありません。ジェフは2トップが大滝と小沢博、まあ、そして 4-4-2 のフォーメーションで2列目が鴨川と山崎、ここで水谷が仕掛けているが菅沢は中にいません。今菅沢はボックスの外です。ここで菅沢、そして水谷が低いボールで送ってくるが、ここはジェフのディフェンスの網、ジェフここでトランジション、一気に切り返せばというところでありましたが、長船かなのディフェンスが入りました。浦和仕掛けていく、浦和がどんどん前へのプレッシャーを強めていきます。2点を追いかける浦和レッズレディース、首位の浦和がここで柴田も行く、まあ、前節首位を奪い返した浦和が2点のビハインド、まあ、勝ち点4ポイント差に6チームが上位1位から6位までいますので、まあ、一つでも落とせばすぐ順位が入れ替わってしまう、そんな厳しい状況、混戦のなでしこリーグ1部。浦和、大事な駒場スタジアムでのホームゲーム、落とすわけにはいきません。後半3本目のコーナーキック、確実に合わせてきています。ただジェフレディースも粘り強いディフェンスを見せています。もうフォワードの大滝亜美 もうセンターバックかというぐらいのこのポジションを取って、相手の長船南をマークしています。いいボールが入ってキーパー船田が取った、カウンターに行けるか、うん、ただ船田はここは落ち着かせます。ジェフレディース、メンバーまだ選手交代はなく、ボランチには今日は瀬戸内梢、そして曽根七海、リーグ戦初先発の19歳が入っています。今ボールに触った右サイドバックは若林実です、背番号5、センターバックは千野翔子と一ノ瀬千里、左サイドバックはキャプテンの上野咲です。4番の千野翔子が菅沢を止める、縦パス、高橋花が走りましたが、ここはゴールラインを割ります。浦和レッズレディースがまず1人選手を変えて、高橋花が右サイドバック、清家貴子が最前線に来て、菅沢と2トップとなりました。4-4-2 のフォーメーションに変えています。システムに変えました森監督。
菅澤落として、この選手はボールを収められます。このポストプレーはフランスの地でも発揮されるでしょう。右サイド、ここはオフサイド。ジェフレディスも集中力を保って裏を取らせません。高い位置で小澤博、中に大滝が入った、クロスが入る、ジェフボール、鴨川ボックス内で仕掛ける、2人に囲まれて、もう一度体を入れる、ジェフがセカンドボール回収。ジェフ久々に敵陣に入りました。鴨川中にまた入って、ここは笛が鳴る、いい位置でのフリーキックを手にしました。ジェフレディス、背番号10、鴨川美穂、チーム今シーズン6得点全体で挙げているんですが、そのうち3点が背番号10の鴨川美穂です。まあ、司令塔でもあるんですが、得点力もある鴨川、この選手の活躍がチームの浮上には欠かせません。フリーキック、大滝、まあ、さらにはセンターバックも入ってきました。鴨川のクロスはセカンドボール、ミドルシュート、背番号8の瀬戸口梢。大滝、173センチ、長身大型のフォワードです。ここで取り返しました。ジェフチャンス、小沢がボールを要求、後ろから、あっと笛が鳴りました。ジェフレディースフリーキックのチャンス、山崎から最後は8番の瀬戸口のシュートでしたが、ここはファールがあって、ジェフレディースいい位置でのフリーキックを手にしました。2点のリードのあるジェフ、後半は浦和に押されるシーンが多いんですが、この時間帯浦和陣内に攻め込み、セットプレー、フリーキックの大きなチャンスを手にしました。ボールサイドには背番号8の瀬戸口梢です。そしてセンターバックの選手も少し浦和の壁の前に、この、ま、壁に混ざるような感じ。浦和は実にもうフィールドプレーヤー全員ボックサイ、キーパー池田が取りました。瀬戸口のシュート、池田咲子が取っています。後半も間もなく27分を迎えます。縦パス、残り20分を切りました。浦和レッズの森監督は選手1人変えて、そしてシステムも変えた、清家をフォワードにしてというところ、ツートップにした、そういう試みではあるんですが、まだ得点には至っていません。0対2、ジェフレディースがリードしています。一方のジェフの藤井監督はまだ選手は交代していません。 4-4-2 のフォーメーション維持しています。浦和が2人目の選手交代に行くようです。選手の交代をお知らせします。浦和レッズレディース10番平地夏に代わりまして15番大熊ラナが入ります。
浦和2人目の選手交代は背番号15大型のドリブラー大熊ラナです。169センチ、スピードに乗ったドリブルが得意な選手を投入しました。森監督、鴨川がクロスを入れる、これが通った、小沢がチャンスシュート、最後は山崎です。山崎のシュートでした。浦和レッズレディース大熊ラナはどうやらキラーのポジションそのまま入っているようです。右のサイドに入っています。右のサイド、そして左が水谷というふうになっています。前線2トップは菅沢と清家で変わりありません。浦和攻撃の手数を増やしてきました。清家、そして左に振って佐々木ですが、水谷ボックス内、体を入れるジェフ、後半間もなく30分を迎えます。ジェフユナイテッド市原千葉レディースが前半に2得点0対2のリード、2点ビハインドのホーム浦和、首位のレッズ、駒場スタジアムで苦しいゲームとなりました。大熊、代わって入った選手菅沢に当てて、ここは一度戻ります柴田、最終ライン南萌香、左栗島、組み立てていく、幅を取っているのは水谷でありますが、ここでトランジション、一気に前線へというところでしたが、つながせません。南萌香のカバー、南今日は、まあ、自身のミスから2失点目を喫してしまう、そんなシーンがありました。フランス女子ワールドカップメンバーにとっての壮行ゲーム、壮行セレモニーがある中、まあ、少しでもいい形で迎えるためには何としても追いつきたい浦和レッズレディース。0対2、75分が過ぎています。残り15分、ジェフレディースは選手交代なし、まあ、非常に熱い中でのゲームになっていますが、藤井監督先発の11人にここまで託しています。今日は、まあ、チームの心臓の一人西川彩香ボランチの選手がベンチにも入っていない中、背番号10の曽根七海ボランチの選手がこの浦和の攻撃を防いだり、まあ、さらには瀬戸口も踏ん張ったりして、まあ、さらには、まあ、最終ラインディフェンスセンターバックの一ノ瀬千乃といった、まあ、高さはありませんが、浦和の菅沢由香、まあ、そして清家紀子、今でしたら清家紀子、この攻撃力のある選手を抑えています。ディフェンスの粘りがあって、ここまで0対2の2点リード。77分です。縦パス防いだ、そして鴨川、この選手は仕掛けることができます。
ジェフレディース、この時間帯コンパクトな守備陣形を維持してオフサイドも取る、まあ、確実に浦和がもう攻撃の手数を増やして、まあ、ゴールを脅かしてきますが防いでいます。まあ、ここもしっかりとフォーバック並んでいます。トランジションカウンターに行けるか、裏を狙おうというところですがここは通しません。柴田、若林が防ぐ、おっとここはかわされてシュートに行くが枠は捉えさせません。ジェフユナイテッド市原千葉レディースです。最近4試合負けなし、まあ、今日、まあ、これで勝ち点3を収めれば勝ち点は14まで上がり、浦和と首位の浦和と1ポイント差、まあ、ですので順位変動というのはこの上位6チーム、上の6チームは大いにこのあり得るというそんな状況。大滝に通ればというところでありますが、ジェフレディース、小澤博背番号11と大滝の2トップ、そして山崎も襲いかかる、小澤そして山崎、まあ、この2人のチェイシング、さらには連動した守備もあって浦和レッズの守備の隙そしてミスをつきまして前半に2得点、0対2でここまでゲームが来ています。まもなく80分です。センターバックのおさぐねがここで仕掛けるスローイン、浦和レッズレディース3人目の選手交代に入るようです。背番号11の清家紀子が変わります。清家紀子に変わりまして17番遠藤優が入ります。背番号17遠藤優、ドリブラーが入りました。まあ、もちろんもう2点ビハインドですから森監督は惜しみなく攻撃陣を投入します。大熊そして遠藤、まあ、ドリブルで仕掛けられる個で打開できる選手を投入してきました浦和レッズレディース。ジェフのファールがあって浦和レッズのフリーキックのチャンス、まあ、今ジェフサイドの藤井監督からファールしないという大きな声が飛びました。ジェフとしては集中が欠かせない浦和のフリーキックのチャンスシーン、何度も惜しい場面もありました。高さでは浦和に分があります。平野キックは柔らかいボール、キーパーこぼれていますが、また取りました。船田が取っています。藤井監督もう一声チームに喝を入れています。0対2 2点リード、ただもし1点が浦和に入るようなことがあればどうなるか分かりません。残り10分を切っています。82分過ぎ、ジェフは未だに選手交代はしません。藤井監督、大滝、若林、サイドバックには無理に上がらないように今藤井監督が手で止めました。若林の上がりを止めました。
まあ、守備も意識しながら浦和がこういったところで虎視眈々と裏を狙ってくる。このボールはスライディングに行く菅沢、ボールはジェフボールです。前がかりになってくる。浦和レッズレディースは大熊ラナが最前線フォワードの位置になりました。そして背番号17の遠藤が右のサイドに入っている状況です。まあ、ただもういずれ もうフォワードをミッドフィルダーに近い選手ですので、まあ、前線はかなり厚みを増しています。とにかくまず1点です。浦和レッズレディース、メインスタンドに詰めかけた大勢の赤いユニフォームを着たサポーターに応えるためには1点を取って流れを変えたい。0対22点ビハインドの首位浦和レッドダイヤモンズレディースです。森監督は3人の選手交代を終えました。佐々木、水谷、一方のジェフユナイテッド市原千葉レディース、まあ、今日は帯同メンバーが、まあ、なかなか、まあ、若い選手も多い、そしてメンバー交代に限りがある、そんな中今日はこのスタメンの11人をこの気温が高い中でのゲームでここまで使い続けています。浦和のコーナーキック、ただその先発の11人、走る、戦う、粘る藤井サッカーを体現しています。浦和相手に2点のリード。浦和後半4本目のコーナーキック、通算8本目。いいボールが入った。ヘディングこぼれて逆サイド折り返す。またコーナーです。今度は逆サイドのコーナーキック。あっと失礼、同じサイドのコーナーキックです。キラチナス後半5本目。いいボールが入ってきた、巻いてきた、キーパーパンチング船田。セカンドボールは詰めていく、クリアしました。ジェフ、浦和レッズレディースが風上になりました。今右から左に風が吹いています。若干強くなってきました。それが浦和レッズレディースへの追い風となるのか。森監督は切るべきカードは全て切りました。残り5分を切っています。0対2、ジェフユナイテッド市原千葉レディースがリード。背番号8の瀬戸口小杖が倒れていますが立ち上がりました。まあ、なかなか今日はジェフの方はリザーブメンバーが5人のうち2人がゴールキーパー、あと2人がサイドバックの林と藤代、そしてフォワードの鳴宮ですから、まあ、替えがいない状況。西川がベンチにも入っていませんので、まあ、このスターティングメンバー、ピッチに立っている11人が全力を閉じてこの首位浦和戦に挑んでいる状況です。0対2、前半小沢と山崎が奪った2点、守っています。87分過ぎました。ここは若林の手に当たりました。ハンドです。早いリスタート。さあ大熊、菅沢入った。セカンドボール、もう一度浦和、栗島、右から高橋、高市、遠藤がここドリブルで突破してくるか。遠藤ボックスに入った。
縦パスつける大熊、長いストライド、でもシュートまでいけない。ジェフも粘り強い、集中力を切らさない。入ってきた高橋、ボックス内。しかしクリアは一ノ瀬千里か。背番号15、19歳のセンターバック、リーグ3試合連続スタメンに応えます。88分回りました。浦和に時間がなくなっています。2点のビハインド、0対2。ゴールキック、ここでジェフレディースは背番号7の鳴宮優衣を入れます。背番号11、フォワード小澤宏が交代します。小澤宏、今日は貴重な先制ゴール、前半15分、相手の隙をついて一撃必殺決めました。大きな仕事をした小澤宏。代わって入るのは背番号7の鳴宮優衣です。鳴宮は今シーズンリーグ戦カップ戦ともに初出場になります。公式戦初出場の鳴宮、藤井監督、ここは時間も使いながら最初の選手交代を89分に持ってきました。まもなく90分です。ジェフユナイテッド市原千葉レディース、大きな勝ち点3が近づいてきています。アディショナルタイム、追加タイムは2分と表示されました。リーグ戦現在6位のジェフレディース、アウェー駒場スタジアムで大きな勝ち点3となるか。0対2の2点リード。一方の浦和レッズレディース、森監督、両手を腰に当てぐっと戦況を見つめています。ボールポゼッション、そのあたりは立ち上がりは生きていましたが、隙やミスをつかれて2失点。前半の2失点、そして後半猛攻撃をかけましたが、ここまでゴールを割れていません。ジェフの固いディフェンス、西川に代わって今日入った14番の曽根、19歳のボランチも目立たないながらも守備で貢献しています。菅沢に入った、あっとシュート打てない。前節ハットトリックの菅沢もセンターバックのマークにあって苦しんでいます。浮かせて、手元の時計、目安はもう30秒を切っています。ここはゴールキックとなりました。今日は1点が遠い浦和レッズレディース、そしてジェフの守備が固い。今藤田主審が時計を見ました。0対2、ジェフユナイテッド市原千葉レディース、3試合ぶりの勝利はアウェーで首位浦和を下す大きな勝ち点3となりました。これで5試合負けなし、4勝3分け2敗、勝ち点は14。
浦和の15ポイントに1ポイント差に迫る貴重な勝ち点3、白星をアウェー駒場の地で掴んでいます。前半小澤浩、そして山崎丸美が挙げた2ゴール、この2点を粘り強い守備最後まで守りきりました。浦和の攻撃陣に得点を許しませんでした。ジェフユナイテッド市原千葉レディース、上位をうかがう上位進出の大きな一勝、白星です。一方の浦和レッドダイヤモンズレディースは連勝ならず、今シーズン3敗目を喫しています。これで5勝3敗の勝ち点は15。明日にも行われる他の2位から5位までのチームの結果次第ではありますが、再び、首位の座を明け渡すという、そんな形になる可能性が高い、そういうこの駒場のホームでの痛い一敗となりました。しかしリーグ戦はまだまだこれから、8節を終えたばかり、来週の第9節でリーグは折り返しとなります。浦和レッズレディース、ホームのサポーターの熱い声援、声は鳴り止みません。フランス女子ワールドカップメンバー3人がを擁する3人、浦和レッズレディースからは選ばれました。池田、南、菅沢、その3人の走行セレモニー、一つ送り出す上で大事なゲームとなった、そんな今日ホーム駒場での試合ではありますが、悔しい結果となりました。しかし浦和レッズレディース、まだリーグは混戦模様、日テレもアイナックも必ずしも盤石順調というわけではありません。ジェフレディースも、そのあたり虎視眈々と上位を狙う、そんな上での今日は首位浦和からの勝利となりました。2019のプレナスなでしこリーグ一部はまだまだどうなるか分かりません。非常に面白いリーグ展開になっています。0対2アウェーで首位浦和を完封勝利、ジェフレディース藤井監督とっては大きな勝ち点3、手応えを得る勝ち点3を手にしました。なでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継で配信しております。2019プレナスなでしこリーグ一部第8節、浦和レッドダイヤモンズレディース対ジェフユナイテッド市原千葉レディース、0対2ジェフレディースが小澤浩、山崎丸美、この2人のゴール、粘り強い守備、最後まで集中力を生かした、そんな気持ちのこもったディフェンスで
浦和にゴールを許さず完封勝利、0対2で首位浦和を下して4勝目を挙げたゲームでした。浦和駒場スタジアム、今日は晴れ時々曇り、降水確率午後は 30% あったんですが、今雲はもう取れて爽やかな夏空模様となっています。埼玉市の予想最高気温は28度、日中高い気温の中で行われ、前半には給水飲水タイムもありました。ただ幸いなのは風が吹いていること、湿度が高くなく、汗ばむ陽気ではなかったという点。ただそんな中でもジェフレディースは帯同メンバーが少ない中、ほぼ90分先発メンバーが走り切りまして、浦和レッズにゴールを許さず完封勝利を収める、そんな価値ある手応えをつかんだ一勝ということになりました。浦和レッズレディースとしてはなかなかこの前節は野島ステラ神奈川相模原に4対1の大勝、菅沢のハットトリックもあり、チームが勢いに乗っていく、そんな場面でのホームゲームとなりましたが、またここで足踏みということ、日テレアイナックもいる中、優勝争い上位争いは本当に面白くなってくる2019プレナスなでしこリーグ一部です。そのなでしこリーグは、先ほどからもお伝えしているように、来週の第9節、これがちょうど全18節の折り返しとなります。それを終えると今年は4年に1回のワールドカップの年、6月にフランス女子ワールドカップが開催されるということもありまして、中断期間に入ります。浦和レッズレディースからは3名がこのなでしこジャパンメンバーに選ばれています。ゴールキーパーの池田咲子、ディフェンスセンターバックの南萌香、そしてフォワードの菅沢結香です。場内ではこの後、その3名に対する壮行セレモニーが行われます。レッズサポーターからすれば勝って送り出してあげたいところ、それが、当の選手たちも望んでいたところではあったんですが、今日は浦和レッズレディースにとっては厳しい試合結果ということになりました。一つそのあたりの、悔しさも生かしながら、なでしこジャパンに入った3名にはフランスの地で大いに暴れてもらいたいところであります。今日はこの試合の始まる前から、この後の壮行セレモニーに向けまして、3名に対する応援メッセージをサポーター、ファンの皆さんからいただこうということで、メッセージフラッグというのが、場内で回されまして、そこに選手の皆さんがメッセージを書いて、それがこの後壮行セレモニーで渡されるといった演出予定になっています。今壮行セレモニーに向けて、選手が一旦ベンチに下がって準備をしているということになります。試合の方はジェフレディースが0対2阿部駒場の地で見事浦和レッズレディースから完封勝利を収めています。そんなゲームでした。これから2019 FIFA 女子ワールドカップフランス大会壮行セレモニーが行われていきます。改めてなでしこジャパン23名のうち21人がなでしこリーガーです。今回は前回のカナダ大会から大幅な若返り、平均年齢が24歳、さらにワールドカップが初めてという選手が23人中17名ということになりました。その中に
初のワールドカップということでゴールキーパーの池田咲子と南萌香も入っています。菅沢由衣香はカナダ大会の準優勝メンバーに続いてのこのフランス切符とワールドカップ切符となりました。昨日この浦和レッズレディースの3名は記者会見を行いまして、ゴールキーパーの池田咲子に関しては光栄だが選ばれたことが全てではない、チームに貢献することが大事、しっかりとコンディションを上げて優勝という目標に貢献できるようにしたいと意気込みを池田咲子は話しています。池田は自身の強みはビルドアップだというふうに話しています。今回なでしこジャパンのフランスワールドカップメンバーゴールキーパーは3名、池田咲子ほか日テレの山下、さらにはアルビレックス新潟レディースの平尾が選ばれているんですけれども、3名ともワールドカップ初選出となりますので、池田咲子は、このフランスのピッチの地に立つ思い、強いところがあると思います。十分にこの狙っていきたい、そんな気持ちであると思います。そしてディフェンダーセンターバックの南萌香なんですが、この選手は20歳、初めてのワールドカップ代表入りとなりました。南は自分の目標はなでしこジャパンキャプテンの熊谷紗希選手である。熊谷選手は2011年のワールドカップ優勝の時20歳でメンバー入り、今の自分と同じでした。ですから年齢は関係ないと思います。目の前の相手と戦う熊谷紗希さんを超えられるよう努力していきたいと力強く話していました。南萌香選手といえば、去年の20歳以下の女子ワールドカップ優勝のキャプテンです。そして17歳以下のワールドカップでも優勝を経験しているという、非常にこの今後のなでしこジャパンを担っていく若手のホープ、センターバックです。171センチの選手、今日のゲームに関しては2失点目を喫する、相手に2点も与えてしまう最終ラインでの痛いパスミスがありましたが、南萌香選手見事、今年の2月のシービリーブズカップで初めての A 代表なでしこジャパン入りを果たしまして、そのまま4月の欧州遠征にも選ばれ、6月のワールドカップメンバー入りも決めるという、そんな期待のかかる選手です。高倉麻子監督も、若い選手が選ばれたことに関していろいろ試した結果として若手選手が多くなったと、ただ大きく爆発的な力を発揮してくれることを期待すると話しています。さて、そろそろ走行セレモニーが始まるようです。6月に開催されます FIFA 女子ワールドカップフランス2019のなでしこジャパンのメンバーに菅沢由衣香選手、池田咲子選手、南萌香選手が選出されました。それでは3人に登場していただきます。皆さん大きな拍手でお迎えください。背番号9の菅沢由衣香を先頭に池田咲子、南萌香の3名です。2019フランス女子ワールドカップ日本代表なでしこジャパンに選出された3名です。それではこれより今大会の抱負、意気込みを選手一人一人からサポーターの皆さんにお願いいたします。ではまず菅沢選手からお願いいたします。皆さん今日は応援ありがとうございました。ワールドカップまでもう1試合ありますが応援よろしくお願いします。ワールドカップに向けてなんですけど、まずチームとして優勝を目指して、頑張りたいと思います。その中で自分自身はフォワードなので、1点でも多く
取ってチームの力になれるように頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いします。続いて池田選手お願いいたします。今日はたくさんの応援本当にありがとうございました。今回ワールドカップのメンバーに選んでいただいたのも、普段レッツでこういうふうに試合をして皆さんの応援をいただいて、いつも試合をしているからこそ選んでいただいたと思っています。いつも本当にありがとうございます。ワールドカップは初めて選出していただいたんですけど、すごくワクワクした気持ちが一番あります。でキーパーとしてはやっぱりポジションは一つなのですごく難しい戦いになるとは思うんですけど、1試合でも多く出場して優勝というチームの目標にしっかり貢献できればと思っています。応援よろしくお願いします。続いて水口選手お願いいたします。皆さん今日も熱い応援ありがとうございました。今回初めてワールドカップのメンバーに選出していただいて、センターバックとして点を取れないように体を張ってゴールを守りたいと思います。チームでも代表でもやることは変わらないので、残り1試合2打線が残ってますけどしっかり勝っていけるようにもう一度熱い応援よろしくお願いします。フランスの地でも戦ってきますので熱い応援よろしくお願いします。参戦式が力強いコメントをいただきました。それではここでメッセージフラッグの贈呈です。監督、スタッフ、チームメイト、今日お越しいただいたファン、サポーターの皆様からフラッグにメッセージをいただきました。それでは安藤選手、藤島選手、キラ選手、お願いいたします。さて、3名に先ほど言ったサポーターからの言葉が入ったメッセージフラッグが送られます。まずさあこれ赤い旗ですのでねちょっと若干見にくいかと思うんですが黒いペンで細かい字が書いてあると思います。いろんな思いが詰まっています。私のプレゼンターは安藤選手そして木田選手と長船選手です。これ一人一人の一つ一つの旗にそれぞれの選手へのサポーターからのメッセージそしてチームメイト仲間からのメッセージが書き込まれています。黒い文字で、細かい字でですねびっちりと書いてもらっています。今日試合が始まる前から、この駒場スタジアムでサポーターに配られまして、回されまして、このペンでメッセージを書き込んでもらっていました。この浦和の地で このいろんなサポーターの思い多分ジェフレディースのサポーターの方も書いたんじゃないでしょうかね。なでしこジャパンに行くフランスの地で戦っていく3名に対する応援メッセージ書き込まれたこのフラッグが渡されました。渡したのは安藤梢選手そして平千夏選手そして長船佳奈選手です。安藤梢選手はドイツ大会の優勝カナダ大会の準優勝メンバーですので、この思いを十分に伝えたということになるでしょう。そしてキラー選手も元なでしこジャパンでした。長船選手もセンターバックを組んだこの南選手に思いを託しました。改めて画面右から菅沢選手そして真ん中がキーパーの池田選手そして南萌香選手この3名が浦和レッズレディースから2019 FIFA 女子ワールドカップフランス大会の日本代表なでしこジャパンメンバー入りを果たした3名です。なでしこリーグからは21名が選ばれています。それだけこのなでしこリーグで力を積んで世界へ戦っていくそんな切磋琢磨のリーグで腕を磨いた3名チームメイトそしてサポーターいろんな関係者の思いいろんな人たちの思いを受けて
この応援フラッグをフランスのチームに持っていくと思うんですが、持ってフランスへ旅立っていきます。素晴らしい横断幕を掲げていただきましたので、それとともに写真撮影に答えていただきます。多分ですね、これどうやちょっと画面上では映ってないと思うんですが、この選手3人の後ろにはですね、もう一つ細長い白い横断幕があって、それにフランスワールドカップに向けて頑張れというメッセージが書かれています。ですので、そのフラッグをバックに最後もう一度記念撮影ということになっています。メインスタンドのサポーターから大きな拍手です。なでしこリーグ一部からこの3人に関しては6月ワールドカップフランスの地へ戦いの舞台を移します。浦和レッズの熱き魂を持っていって、フランスの地で大いに暴れてもらいたいと思います。なでしこジャパンは5月22日から国内合宿を行います。国内合宿にはトレーニングパートナーというのが5名選ばれているんですが、その中に浦和レッズレディスの清家貴子選手も入っています。国内合宿を行いまして、5月27日にいよいよフランスへ出発するという、そんな日程になっています。ただ先ほど南選手も最後のこのメッセージといいますか、挨拶の時で言っていった通り、来週第9節があります。中断前最後の折り返しのゲームがあります。しっかりと勝ってフランスの地へ行きたいという意気込み、それだけなでしこリーグで結果を出して日本代表をなでしこジャパンの選手としてフランスの地で戦いたいという思いがあふれています。なでしこリーガー21名の活躍、もちろんなでしこジャパン全体の活躍も祈りますが、日本女子サッカーを代表して23名には大いにフランス大会で、なでしこジャパンは現在2大会連続でファイナリストになっている。2大会前は優勝という栄光でした。ですのでフランスの地で輝くことを願ってやみません。走行セレモニーの模様をお伝えいたしました。さて改めまして、今日お送りしました浦和レッドダイヤモンドレディス対ジェフユナイテッド市原千葉レディス2019プレダスなでしこリーグ一部第8節は0対2でジェフレディスが勝利を収めました。実況担当は滝沢雄一でした。2019プレダスなでしこリーグ一部は各節2試合をなでしこリーグ公式 YouTube チャンネルで生中継で配信しています。次回の配信はシーズン折り返しの第9節から5月19日日曜日開催の2試合です。千葉県の福田電子アリーナで午後0時正午キックオフ、ジェフユナイテッド市原千葉レディース対アイナック神戸レオネッサ戦と、長野 U スタジアムで午後1時キックオフ、 AC 長野パルセイロレディース対日テレベレーザ戦をお送りします。過去の試合の見逃し配信も行っていますので、ぜひご覧ください。それでは浦和駒場スタジアムから失礼いたします。続いてトップチームの次回のホームゲームのご案内です。5月17日金曜日、埼玉スタジアム7時30分キックオフ、湘南ベルマーレ戦、ぜひ埼玉スタジアムでトップチームに当て声をお願いします。
してレッツレディースの次節のゲームのご案内です。